夕方、夕刊現代の記事、読ませていただきます、村田光平あの元、スイス大使館の大使のインタビューの記事です。小田市長に書簡を送り、福島原発に対しきちんと対策を止めるよう求めた村田光平元スイス大使、今年3月参議院予算委員会でも4号機問題は世界の安全保障問題だ、最大限の対応する必要性があると訴えたが、野田は馬の耳に念仏だ、改めて村田氏に政府の対応のでたらめぶりを聞いてみた。村田氏、私は海外の学者方の交流を重ね、世界が福島4号機問題に危機感を募らせていることを痛感しています。でも肝心の野田氏をはじめ政府は重い腰を上げようとしない。今福島第一原発に残されている燃料集合体の総数14,225本がメルトダウンすれば果てしない放射能が放出されます。アメリカの使用済み燃料プールの専門家であるロバート・アルバレス氏によれば、チェルノブイリの85倍のセシウム137が福島第一原発に存在する。4号機だけでもチェルノブイリの10倍、ここが崩壊すれば世界の破滅につながっていく。それなのに政府は今すぐ始めなければいけない核燃料棒を取り出し急ごうとしていない。考えられないことです。村田氏によると、海外メディアはこうした危機を積極的に伝えているという。フランスの有力誌ル・ヌーベル・オブセルバトールは先月4号機について、最悪の事故はこれから起きると題する記事を掲載した。北沢光一元 JST 理事長などの専門家を取材していて、北半球全体が長期にわたって深刻な汚染にさらされ、日本は滅亡すると指摘していました。アメリカの原子力技術者アーニー・ガンダー選手にも先月国会内で講演し、同じような懸念を訴えましたが、ほとんど報じられなかった。世界が注目している危機なのに、日本政府はその対応を東電に委ねて、国として最大限に努力をしていない。放射能汚染の加害国という罪悪感がなく、ここに海外からは非常に厳しい目が向けられている。確かに政府がちんたらやってる間に再び大地震が来る可能性もある。政府は全力を挙げて核燃料の取り出しに取り組むべきなのに、まともに情報を出さない加害者東電に任せ、これは世界も起こるわけだ。我々も拳を振り上げなければ嘘である。そうだやめろ、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 そうだ大臣、そうだ大臣、そうだ大臣、そうだやめろ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 、そうだ大臣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 。以上です。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ちょっと急いで、近くで、名刺を落とされた方がいらっしゃいます。川島さんという方です。間に合えば戻ってきてください。お願いします。終了まではこちらで預かっておきます。はい、よろしくお願いします。
どうもこんにちは。若林と言います。もう一言言いたくて、お願いします。ちょっと鹿の家浅草の生まれで言葉が荒いんですけど、ちょっと申し訳ないです。自民党とよ、民主党、お前ら何やってんだよ、この野郎。代表選だ、遊びを分けてんじゃない。子供たちの命とかよ、国民の命を何だと思ってんだよ、この野郎。おめえはお前は国会議員なんかな、次は年だぞ。選挙で全員落とすやっかんな。ないない。だからよ、おめえは一番最後によ、国民のために、子供たちのために、最後にいいことやれ。そうだ。やめろよ、これはお前ら。特に一緒に見たら、生活保護者のことを7個だ。福島第一サビアンだ。ふざけないな、この野郎。俺に地元来たら、俺張り倒してやっかんな、この野郎。原発やめろ、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 やめろ、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 人間でっかい、人間でっかい。原発いらない、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 どこにもいらない、どこにもいらない、一気もいらない、一気もいらない、再稼働反対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 、原発いらない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 、どこにもいらない、どこにもいらない、子供を守れ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 、しっかり守れ、しっかり守れ、大人が守れ、大人が守れ、不関心は良くない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 、みんなの問題、みんなの問題、しっかり声上げよう、しっかり声上げよう、原発いらない、原発いらない、原発いらない、どこにもいらない、一気もいらない、一気もいらない、原発事故は人災だ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 、原発や、原発や、
ならノーダーさよならノーダーさよならノーダーさよならノーダー嘘吹きノーダー嘘吹きノーダーあんたが人材だあんたが人材だ原発いらない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 どこにもいらないI'm sorry, I'm 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 sorry,
Yeah.
原発事故は人災だ。Oh.
予選作って段階的とか言ってるところはしっかり注文つけましょう。早いじゃないと、僕たち皆さんたちは絶対許さない。そうですよね。頑張ろう。それではこの後、9番チェーンが、4号工業庁舎の前であるんですよね。はい、そちらの告知をよろしくお願いします。こんばんは。皆さんお疲れのとこと思います。原子力村人事にずっと異議を申し立ててきた私たちが今日もですね、合同庁舎4号の前で抗議行動を行います。8時15分から9時までヒューマンチェーンを行いますので皆さん参加してください。この間野田さんが田中俊一以下5名の方を人事認めてしまって19日にも任命されようとしています。この人事案が通れば福島のことはもう本当になかったことになります。これから再稼働もどんどんされるかもしれないという懸念すらあります。皆さん、せっかくお疲れだと思いますけれども、この抗議の声を細野さんがいるという合同庁舎4号の前で届けてください。今回のこの人事案を絶対に通してはなりません。私たちはやっぱり諦めたくないし、福島のことをこのままなかったことにはできない。子どもたちの福島の子どもたちは福島に寄り添いたいという細野さんが言っているんだったら、それをやっぱり言葉ではなくて実行してほしい。私たちはやっぱり行動でしかやっぱきちんと見ることができない。だから皆さんも一緒に行動してこの人事案白紙撤回を最後まで言ってください。お願いします。はい、そうですね、こちらの方に下を見ていただいて、財務省上の交差点のところから下に降りる坂があります。坂を降りたところの向こう側の角になりますので、皆さんはぜひ参加して、しっかりヒューマンチェーンを囲んでしっかり声を上げてください。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではまた来週やりますので、どうぞよろしくお願いします。はい、運営、スピーカーの設置等に、スピーカーの購入設置等に、費用がかかっておりますので、パパの方よろしくお願いいたします。こちらの方にキャンパ袋を用意していますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。